ジャンサク TV をご覧の皆さん、こんにちは。これより第11回ジャンサクカップの模様をお送りいたします。実況を担当いたします、最高位戦東海支部所属、相川真理恵です。よろしくお願いします。本日解説はこちらの方です。はい、テンファンプレイヤーのゼロです。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではジャンサクカップについてご説明いたします。中部エリアの雀荘が予選を行い、店舗代表者2名を決定いたします。こちら、ワンデーの大会であったり、長期的な予選であったりと、店舗によって決定方法は様々です。その代表が本日優勝をかけて対局を行います。今回でなんと第11回となります。11回目。はい。もうこんなところまで来ましたよ。はい、本日優勝するのはどなたなんでしょうか。早速1回戦の選手をご紹介いたしましょう。それではちーちゃから、クエスト代表カズマさんですね。あれ違う、合ってます、合ってます。はい、はい、おはようございます。はい、おはようございます。お願いします。さあ、それではもう皆さんご存知かもしれないんですけど、お名前と代表店舗カメラに向かってお願いします。はい、クエスト代表のカズマです。はい、よろしくお願いします。じゃあゼロさんが喋りたい。クープヤサさんのどのようなお店なんでしょうか。ご紹介してください。はい、ですね、名古屋の金山にあるんですけれども、はい、ですね、ルールが2つあるんですよね。はい、まあ、一応上級者向けと、まあ、中級者初級者向けみたいなのがあって、まあ、なんだろうな、初級者中級者向けは、まあ、一般的な明かりの普通のルールなんですけど、うんうん、でも最近ウーピンを2枚入れたんですよ。お、うん、またちょっと赤ね。そう、赤のね、赤激しめの、そう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 、ゲームとかでね、うん、それはいいと思う。そうそう、ゲームとかである211って2個、1個、うんうん、でもう一つのルールは、上級者向けは馬が沈み馬っつって、2万5000、これ漫画とかに行って2個口とか言っていい、いいんじゃないですか。向こう向きとか、首とかね、そういうのは話ありますけど、その首があるかどうかで、その馬が決まる。だから2万5000点持ってたら、2着、3着でも、ちょっと負けのポイントが少ない。マルエとかあるやつだね。あ、そう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 。っていう2つのルールを採用してて、だからどっちも楽しめますし、そうですね。ほんで、まあ、マリエちゃんが、店長やってね、毎日会える。あ、そうなんですよ。週何回出てるんですか、マリアさんは。だいたい5、6回は。いつでも会いに行ける。いつでも会いに行ける。それで打てるんですよ。うまくいけば。はい、朝一とか。あ、そう。狙い目ですか。ね、昼間は結構、はい、同宅できちゃうと。はい。融通きくかもしれないですね。はい。はい。はい、そんな和気あいあいとしながら、はい、真剣にも打てる。はい店です。なんか恥ずかしいですね、何回もやってるけど、ね、そうですね、これ何回も、ね、やってるけどね。でも初めて見られた方もいらっしゃると思うので、巻いて巻いてって指示が入ったんで、最後に意気込みお願いします。矢子さんから入ってるような感じですよね。はい、すみません。はい、今回の意気込みをお願いします。そうですね、毎回言ってることは変わらないんですけど、うん、まあ本当は数打ちたいです。なんかいつもの人ってコメント来てるんで、もう常連さんと認識されてます。嬉しいです。嬉しいです。一回も優勝したことないんで。あ、そうなんです。すごい、うちたる投手は。あ、そうなんです。秘めた投手は。本当にね、弱いなって思いながらも、やっぱ数打ち当たるで、挑戦することは大事だと僕思って。そう、間違いないです。そうですね。はい。はい。いいこと言いますね。はい。だから、3回打てれば。まあ、うん。3回打つの？ワイルドカード行く前提なの。そこまでルート決めちゃうんそうそう、おこがましいんでね。いっぱいね、トップとかゲームやりたいですからね。そうですね、3回打つことを目標に。はい。まあ、そうですね、決勝行きたいですね。久しぶりに決勝行きたいです。そうですね。そろそろなってくる、はい。緊張感独特ですね。はい。はい。では、今回よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、続きまして、なんちゃスタート、ジャンサクチーム。ジャンサクチーム、はい、ジャンサクからいらっしゃってます。中出さん。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。ホワイトメガネ来ましたね。お久しぶりです。では、お名前とチーム名をテレビに、カメラに向かってお願いします。はい、ジャンサクから来ました。中出です。ここジャンサクです。ホームですね。ホームですね。はい。ジャンサクチーム、今回ジャンサクチームは初めてですか？出てくるの。そうですね、初めてです。おー。はい。頑張って、
PR していきたいと思います。ジャンサクのいいところ。ジャンサクの PR する場面、今ここですけど、何かありますか？そうですね、まずリニューアルしました。おお。はい、すごく使いやすくなってます、ホームページとか。そうですね。はい。で、あとは、LINE アットサービス始めたんで、うん、まあ、店舗様からすると、今までメールで届いたり届かなかったりする不安がなくなりましたね。LINE でいつでも迅速にこのお問い合わせとかできるようになりましたんで。あ、そうなんですね。はい、どんなサービスなんですか、その LINE アートサービス。お友達を一人追加するだけなんですよ、LINE で。LINE で。で、それで会社全体とやり取りできるんで。お店ですか？ジャンサクなのか、その店舗さんなのか。店舗さんが、いつでも、ジャンサクに対して。あ、そういうことね。そうそうそう。なるほど。はい、じゃあなんかちょっと困ったことがあったら、その LINE を使って、どうしようって送ったら帰ってくるってこと。コリポスター作ってくれとか。すごい楽になった。めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃ迅速に対応できるようになったんで。パワーアップしました。はい、はい。本日の意気込みをお願いします。意気込みですか。そうですね。昨日ちょっと竜王戦で負けて、ちょっとガーンってなっちゃってるんで。うんうん、最初の1回で負けたんですか？最初の1回で負けちゃいました。悲しい。あれ難しいっすよね。伏せたらもう勝ち抜きだったんですけど、なんか、スッと酷使上がられて、え、あれみたいな感じで終わっちゃいました。恥ずかしい。まあ、諦めつきますね。そうですね。自分のミスとかじゃないですもんね。まあ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 、あったのかもしれないですけど、まあまあ、結果的には多分変わらなかったなっていう感じですけど。なるほど。はい。そんな感じです。はい、今回はここで、その昨日の鬱憤を晴らすべく、頑張っていただきたいと思います。はい、はい、ではよろしくお願いします。はい、頑張ってください。はい、続きまして、シャーチャースタート、積もるんです代表、脇田さん、お願いします。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。では、代表店舗とお名前をカメラに向かってお願いします。はい、岐阜市のつもるんですから来ました、脇田賀翔と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。つもるんですさんは、岐阜のじゃん、そうです。そうです。はい、普段よく行かれるんですか？そうですね。まあ、私はフリーのデビューがそのつもるんですけど、うん、まだ、そうなんですね。1年経ってないんですけど。どのようなお店なんですか？気さくな、まあ、フラット行って、うん、気持ちよく入っていけるようなお店ですね。アットホームな感じの。そうですね。年齢層も幅が広くて、うんうん、20代から70。あ、すごい。老若男女いるんですよ、ね。よく言いましたね、今。今回はどんな感じで代表者って決まったんですか？その、何をしてたかよくわかんないんですよ。何をしてたかよくわかんない。前なんかイベントみたいなのがあって。あ、そうなんですね。で、20日行けますかっていう問いかけで、出させてもらいますっていう感じでした、ね。そうだったんですね。今回配信とか出るのは初めてですか？初めてです。あ、そうなんですね。緊張してますか？緊張は。そこそこ。そこそこ。程よい感じで。程よい緊張感が逆にいいですよね。そうですね。はい。では、今回の意気込みを、カメラに向かってお願いします。はい。まあ、しっかり楽しんで、いけたらいいなと思ってます。はい。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では、対局してお待ちください。はい、それでは最後の、1回戦目最後の選手のご紹介です。ヤンさん代表、加藤さん、お願いします。よろしくお願いします。はい、おはようございます。じゃあ、お名前と代表店舗をカメラに向かってお願いします。ジャンソーヤン代表の加藤です。はい、よろしくお願いします。はい、もうすっかり常連ですね。いや、慣れないですね、ここは。慣れないですか？あ、そうなんですね。まあ、あっち入ればいいんですけど、ここはやっぱ慣れないですね。わかります。喋りは。もうがっつり自分が映ってるって思いますもんね。嫌ですね。嫌なんですか？いや、最初に、YouTube で見たときに、はい、俺の声ってこんな低いのかって。あんまりじゃん、ちょっとびっくりして。よく言いますね。でも自分の声聞きたくないですよね。わかります。めちゃめちゃわかります。あのお店のヤンさんも見てるんじゃないですか？ヤンさんの、うん、あ、見てます。ね、多分ね、わからんけど。どのようないつも流してくれてお店なんでしょうか？ヤンさんは、まあまあ、アットホームで、まあ、うん、レースも広いし、あと、なんだろう。今まで同じこと言ってるから、違う。新しいこと言う。新しいこと言う。駐車場がね、広い。うん、広い。あ、いいですね。駐車場が広いんで、車を使う人はすごく、うん、駐車場広いんで、うんうん、行きやすいっていうの、うん、四日市市にあるんですよね。四日市市です。はい。駅前からはちょっと離れてるんで、だその分、駐車場が広いっていうので、まあ、うん、カバーしてるというか、そんなとこですね。駐車場があるってだいぶね、いいとこですもんね。車で私も一回行ったことあって、うん、アットホームで。アットホームしかない。お店も結構綺麗で、そうそう。なんかすごくまあ、行きやすいんで。はい、なのでアピールしとかんだからのか。みんな、みんな。駐車場でだいぶアピールなんで。経験中の人全員来てね、みたいな。でも本当いい店でしたね。はい、うん、
なところです。多分今見てるんで喜んでると思いますよ、うんうん、ヤンさんの人たち。後でなんかもらいたい。ではそろそろ対局にお願いしたいと思います。はい、意気込みがあれば。意気込みは、はい、前はちょっと1回戦で負けちゃったんで。何着だったんですか。まあ、それは期間がまだ確かラスです。ラスです。それよりはそれよりは良くなればいいかなということで。はい。じゃあ今回は優勝目指して、はい、はい、頑張ってください。ではよろしくお願いします。はい、頑張ってください。はい。はい、じゃあ、まあ、対局の準備をしている最中ですね。ゼロさんの喋りも楽しみ。はい、偽物もいるのか。偽物、ゼロさんの偽物って何ですか。いや、いないと思います。一緒です。多分。一緒です。はい。リエ髪型どうした。髪型。はい、伸びました。伸びましたね。はい、その1週間でそんな伸びるんですか。そうです。魔法かけた。白鳥プロみたいなこと言ってるね。魔法少女になっていました。なんか小場美沙さんの解説が素晴らしいんだな、うん、ツイートしたけど。そうですね。もう小場美沙さん今日は小場美沙になりきって息の合った解説していきましょうよ。そうですね。もう小場美沙さんの解説やっぱり素晴らしいですね。素晴らしいですよね。よく勝俣さんのあたりで解説していきますわ。プレイヤーの意図を汲み取って、はい、何も笑うところ誰がいいのじゃあリクエストしてなんかついつい大井さん寄りになっちゃうんだね俺。あ、そうなんですか。喋りまくっちゃう。もう大井さんも大井さんで、ね、大井さんも素晴らしいですね。素晴らしい方なんで、はいはい、そろそろかな。まだですね。今回は、うん、ジャンサクチームがあるんですね。ジャンサクチームゼロさんじゃないんですね。はい、出なかったですけど今日は中でプロとプロですよね。そうですね。プロの参戦、はい、楽しみですね。その、うん、店舗の代表の方とプロがどう立ち向かうか、うん、あともう一方かがりさんってこちらもプロの方かな、うんうんうん、後で出てくると思うんでそこで紹介したいと思いますけど、はい、楽しみでございます。さあ、そろそろ対局の準備が整った様子です。それでは1回戦目対局お願いします。じゃーん、じゃーん、ドラが鳴ってあ、ドラの音なんですね今の。そう最強戦で鳴るじゃないですか。あ、確かにはい、対局が開始されました。ちーちゃからクエスタ代表カズマさん、なんちゃにジャンサクチームと中出さん、シャーちゃに積もるんですから脇田さん、ペイちゃんにヤン代表の加藤さんという座順で着託しています。さあ、トン1曲カズマさんの親番ドラが初、ドラが初、はい、親の手には初が1枚。さあ、赤もあるんで、まあ、初に依存しなくてもいい感じですよね。フリールールだと。はい、そうですね。今回のルールはフリールールを採用しています。赤牌が5に1枚ずつ入っておりますので、ドラはトータルで7枚からスタートしています。なるほど、はい、皆さんも普段店舗で売ってるルールとはそんなに変わらないので打ちやすくある、うん、ある感じですね。そうですね。ちょっと中出さんの手が見えないですね、うん、半分にしてくれないですねちょっとカメラの角度が悪いみたいです後ほど整った人はいない感じですか。そうですね、親の和馬さんはちょっと厳しそう。厳しいから薬牌を残して重なりを見てますね、うん、はい。中出さん、あ、関数マン引きましたね。いいシャンテン、はい。加藤さんもピンズの一気通貫を見てるんですか。はい、本一もまでありますね、はい、ピンズのツもキャッチすれば、お、ピンチーソー引きました。リストバンドチーソーですね。またチーソーです。相変わらずチーソー引いた、はい、そのチーソー引いたところでしたねはい、カズマさん大好きなのがペンチーソーって。あ、先に埋まっちゃった場合どうなんですか。どうなんでしょう、ね、どうなんですかって困るけどわかんないですけど。さあ、ここで薬牌1枚切り出していきました。中出さんイーシャンテンですが、ここでパーツ選択3万払っていきました。お、チーソーがあんこ。ここはタイヤが見える形ですね。ドラのハッツ持ってきて本一いくか、まあ、ハッツ重なってのドラさんも OK ってことですね。はい、さあ、イーシャンテンの中で、うん、なかなかテンパイが入らない。これテンパイしたらどんな持ちでも行くリーチに行くんですかね。中出さんですか。はい、行くんじゃないですか。リーチドライチ、うん、やっぱ分かれるとこなんで注目ですね。そうですね、見どころです。特に真ん中のカンちゃんですからねこれ、はい、中出さんの手配ペンチ、あ、いつダッシュ、いつダッシュ、一周で一周ダッシュ中出さんは、中出さんなんちゃの3万とウーマン切ってます。はい、カンリャンマンチーしたら振り点が残っちゃいます。結構勇気ある仕掛けですね。そうですね。さあ、加藤さんパーピン引いてから切り、矢野和馬さん
三層が統一、そう切っていきます。さあ、中出さんは甘露瓶のターツを払っていいシャンテン。お、数万個いいシャンテンじゃないですかこれ。はい、切る順番を数万から。加藤さんもなかなか手が進まない。さあ、ドラが浮いてるもんね。カズマ厳しいですね。そうですね、今回ちょっと上がりに向かいそうな選手がここくらいですね。ここですね、楽しみなのが。数万は先ほど来てる。ハクパーマン嘘、どれ残ってますか。小林さん各1、小林さあ、加藤さん2チャレンジ。確かチーソーからだったんですね。はい、そうですね、チーソーは手に4枚使われています。ヤン代表の加藤さんが完治走でリーチに来ました。リーチドラさん。お、選択は。はい、白は1枚切れ。あ、いや、ドラ表示者にあるから。あ、2枚。そうなんですね。切れてるんですね。結構安全にスワンコに迎える。はい。あ、お、いいシャンテンか。いいシャンテンかな。初が切れれば。初はションパイです。うん、3層は現物です。さあ、形としてはいいテンパイに取れますが、取らず。まだ順目がね、今も取ってないですし。はい。スワンコは楽しみですね。そうですね。さあ、このカズマは、この運送は出るのか。ジャンサクカップのレギュレーションですけど、各択トップが決勝に行くんですよね。はい、そうですね。で、2位の3人と、3位の一番成績のいいワイルドカード。はい。もう一回やって、そこのトップが決勝に行くって感じなので、3着でも一応可能性は残る。可能性は残ります。だからカズマも無理して攻めず、親番とはいえ、しっかり降りてますね。はい、完治層のリーチがかかっていますが、全員ちょっと対応してる感じですね。そうですね。はい。まあ、空手でもこうやって対応してくれたら、成功。おっ、オグシャー、ビンズの2サイドが見えた。スーピンかと思った。ウーピンは中筋。ドラさんだから加藤さんも上がりたいでしょうね。はい。うち層は山に。お、カズマも。いません。初を重ねていいシャンテンだった。はい、初ここもいいシャンテンですが、演奏は現物。さあ、こちらですね、いいシャンテン。ローマン。さあ、ここで、スーピンが通ってないんですね、はい。ただワンチャンス、自分のローピンこれ。お、いいピンが通ってて、ワンチャンス。このスーピンを仕掛けたのが、チャージの脇田。スーピンをポンして、ローマンを切っていきます。ローソーがすごい勢いで。脇田の当たり牌はウーソーとパーマン。はい、ウーソーは山には残っていません。パーマンが山にありますか。1枚ですか。仕掛けで、中での仕掛けにパーマン1枚使われてるので。そうですね、はい、はい、山に残り1枚です。よく覚えてたね、小林さん。小林さん呼び。さあ、9ピンは通っていません。取ってない、はい、さあ、でもこの手ならそうですね、はい、9ピン強く押しました。勝負に来ました。パーマンを引くかどうか。パーマン積もったら跳ねまん。おお、この最後のパーマンがここに来た。9ピンは今通った。はい、リーチ打つか迷ってますね。あと1巡、はい、決めるならリーチもあり。おお、いった、リーチに来ました。町は3万と初。初は確かもちもちですね。そうですね、3万も場に1枚とここに1枚なので、山には残っていません。そうか、はい、リーチ者は両者、山に町はいない。さあ、ローマンはセーフ。はい、竜局です。2局ですね。はい、カズマさん、脇田さん、加藤さん、3人のテンパイで竜局です。うん、一番初めに仕掛け出したのは中出さんだったんですけど、一人の王手ってことに終わっちゃいましたね。カズマの対応は良かったですね、リーチを受けた後。そうですね、しっかり降りてテンパって、はい、リーチ。さあ、トン1局、カズマさんの親が連チャンです。さあ、ドラは、リャンピンかな？リャンピンですね。はい。さあ、どうだ？ちゃんたが見えそうなハイパイ。リャンピン、ドラもある。またペンチーソーありますよ。ペンチーソー、チーソー、リストバンド。右手のリストバンドが、ね、イーペコできてますね。あ、本当ですね。マンズの7、8、9でイーペコができています。イーペコできてると、なんかチートイツも自然に終えるのでいいですよね。うん、そうですね。
赤でさんは本一が見れてる。わ、来た。めちゃくちゃいい。もうリャンシャンって。あ、ここで初を仕掛けたのはペーチャの加藤さん。ペー重ねて漫画を見てますね、本一にしての。うん、はい。お、いいシャンテンだ、カズマの、純ちゃんの。なかなか皆さん手が整っている。今回ぶつかるぞ。この脇田も素晴らしい。ドラはリャンピン。ぼかしたのか、このシャアは。一枚切れのシャアですね。一枚切れてるか、はい。あ、今切れたのか、はい、そうです。はい。あ、そこ、これちょっと過去の映像だったな。パソコンの方見てたら。そう。こっち近いからこっち見て。目いいですか、マリエさん。目は、コンタクトしてるんで、だいぶいい。なるほど。さあ、イーシャンテンのカズマさん、なかなかテンパイが入らない。ペン三層ってイースーマンが欲しいんですね。そうですね。はい。ここで両面ターツができましたが、本一に向かうかどうか。さあ、イーシャンテンになった。盤石のイーシャンテン。差し子の3色見えますね。3品いたら何切っていいっちゅうですか、難しいですね。ドラが両品なんでね。そうですね。イーシャンテン。さあ、ドラを使うか、純ちゃん。まあ、純ちゃんですね。うん、数品つま切りました。さあ、ここは三面ちゃん両面のイーシャンテン。はい。三ピンが重なった。仕掛けてる牌は役牌の初です。お、ドラが重なった。チートイズもいいじゃん。チートイズも自然に終える。はい。純ちゃんはちょっと見切った形ですね。からパーピン切るからピンクラ。パーピンは丁寧。1枚切れですからね。三面ちゃん固定しました。はい、トーンはション牌ですが、つも切り。かとも、あれですね。最初は本一見てたんですけど、つもが効かなくて軌道修正。あ、さあ、引っ張った。ここで転廃をしたのは親のカズマ。リーチドラドラ、イースーマンのリーチです。いいっすね。スーマン2枚切れ。2枚切れ。ってことは、イーマンがいそうみたいな感じになりません？な、わかんないですけど。まあ、確かにイーマン。イーマンが2枚切れ、いよいよなんか行きやすいですね。うん。実際、イーマンが1枚切れ、で、スーマンが2枚切れ、手牌にスーマンが1枚使われているので、残り山に4枚残っています。この順目で4枚すぐいいんじゃないですか？はい。さあ、一発つもなるか。しかもなんか、イーマンが使える人が一人もいないですね。うん、これとか。ここに来た。この手出しちょっと勝負いけない。はい。ここは、うん、このスーマンはどうだ？あ、先週、ウーピン切ってる、ね。そう、ウーピンって受けてるんですね。うん。お、リャンマン。あ、あの手で何でも行きたくなっちゃうけど、素晴らしいですね。そうですね。さあ、加藤さん、いい写真を仰いでる。上がりたいなっていう感じですかね。さあ、どうだ。空中切りしましたよ。お、中田さん、統一が1個増えました。が、しかし、なんで対応。さあ、これ復活ありそうですね、脇田さん。そうですね。ヤンマンは通ってる範囲です。やっぱ親のリーチは魔法の言葉って言って、魔法の言葉みんな止まっちゃいます。こうやって歪めるだけでも大きいですよね。うそうですね。さあ、ハクハクはバーに切れてないかな。そうなんです。天カメが見えない。カズマカメになってるもんね今。カズマカメ。ありがとうございます。ションパイでしたね、ハクは。はい、あの打点十分なんで黙る人もいると思いますけど、あの順目だったらリーチしてもいいと思いますね。イースも、うん、イーペーコードラドラ、カズマ悲願の決勝進出なるか。まだ単発ですけどね。このジャンサクカップは50分打ち切りで行われます。50分で次の曲ちょっとじゃなくてそこで終わりになるんで。はい、そうですね。単発で長引くとなんかペーチャーの人は焦るんですよね。2回で親ができないみたいな。まだトーン1曲ですからね。はい。あ、右下にタイムも表示されてますね。あと38分。さあ、イースーマン、先ほど中出さんの手に1枚いってから。まだイーマンが。1枚残、2枚かな ?2 枚残っている。そうですね。はい。スーマンはもう山には残っていません。さあ、ドラ。ハクがまだションパイのままなんで。ちょっと苦しいか。三層はリーチ語通っています。ちょっと迂回気味に。ちょっとまっすぐ立ち向かえる人はいなさそうですね。やっぱ親のリーチに三段目でイーシャンテンではやっぱ迎えないですね。そうですね。順面だと出ないか。あ、最後のイーマンがここに来てしまった。最後、あ、残りまだ1枚。そうですね。さっき2枚切りましたね、はい、イーマンが。
さ、カズマさんの一人旅。ここはいかに降りるか、まあ、ハクがしょんぱいで切れずに。3ピンはなワンチャンスかなんかで切ったのかな。先筋ですね。筋か。はい、ローピン通っています。ギリギリまで粘る。一応テンパったら押すつもりかな。ハク重なったらとかしたら危ない。危ないですね。カデさんは丁寧に撤退。さあどうなる。九万は諦めつきだと言ってるんですね。はい。うん、一人旅で終わりました。まあ、結果的に上がり逃した形になってますけど、これはリーチで正解だと思いますね。そうですね。あと何？はい、カズマさんの一人転廃で流局です。はい、なんか、賞金でご飯をおごってもらうっていうコメントもありますけど、まだ上がってもらえる気が早いですね。間違いない。はい。転廃、転廃ときて流局2本場。はい、なかなか親を離しません。そう。こうなるとペーチャーの人がすごいペーチャーとかシャーチャーが焦るんですけど、そうですね、変に無理押ししてさ、ね、補充しても後悔してしまうので難しいんですよね、うん、そこ。はい、カズマさんの親番連チャンです。トン1局2本場連チャンなんですけど、まだ加点は、ね、電波医療しかしてないんですね。そうですね、うん、親が上がりがない。はい、そんなに大きな差が開いてるわけではありません。さあ2本場になるとやっぱ教託泥棒は誰か出てくるわけですね。そうですね、教託3本ありますよ。このチュンとかポンしたくなりますもんね。なりますね。はい、手配なかなかいいですね。おチュン出そうだ。この来たから、ここでも三原薬ありましたよ。あ、ほんと白髪チュン、白とチュン、白と髪が統一でした。あ、ほんと、じゃあチュンはしばらく出ない感じですね、うん、さあチュンが泣きたいのはこの中で、親も落とせるし教託ももらえるし、ほんとだ、白、髪、髪、チュン。はい、大三原の棚です。からハクチュンが出るのか、ここタンパドイツですね。パンパイドイツになったかな、うん、カズマだけはちょっとあれか。はい、カズマさん、難はオタカゼです。さあこれはおお、うん、今チュンで本点取れ る。しかしチュンが出るのか、しあでもここから出るかもしれないし、もう一人も出るかもしれないし。そうですね、結構上がりに近いのは中でプロか。はい、お、このウーパーピンチすごいじゃないですか。ウーパーピンチから入りました。チュンの肩上がりの形です。終盤だったら出にくいんですけど、この瞬間だけ結構かぶせられるんですよね。そうですね、順目が早いのでまだでしょって言って切ってくる人は多いですね。そうそうそう、このウーパーピンチで7か僕できないんですよね、両面から。そう、うん、なんか作法じゃないですけど、ほら、あ、このチュンが宝珠杯となってしまいました。教託ドローは中ででした。はい、チュンドラ1、2000は2600の上がりです。教託ドローは2000は2600は5600ですか。5600。うん、教託3本を見事回収していきました。ドラが1個あったんだ。はい、ドラは3万でした。さあ、トン2局。今、教託ドローをした中でプロの親番です。ドラはパーマン。パーマンで合ってますか、これ。あ、合ってますね。パーマンで合ってますね。はい。さあ、中出さん、手がドラ1、トイツが3つ、2つ。あ、なんちゃの脇田さん、7、8曲ができている。うん。ドラがパーマン。お、ここ、薬杯がトイツですね。仕掛けていくんでしょうか。そうですね、シャーチャですね。親を落として、親を迎えたいですね。はい。めちゃめちゃ早い人はいないですね。そうですね。あとドイツ。ここは赤が1枚。昭和はデキンクラスの打ち筋でした。そう、なかなかそうなっちゃうからやりづらいですけど、すごいなと。マリエさん泣けます、あのさっきのウーパーピン。まだ泣けないです。まだ泣けない。あ、でも教託があると、うん。パピ2枚目っていうのもあったのかな。それもありそうですね。でもまだ泣けないな。あれがカンちゃんとかだったら、いや、まだ泣けない、そういうことか、順目的にってことか。あ、そうそうそう、まあ、そういう年頃みたいな話かと。お年頃の話かこの年ではちょっと、そうそうそう、30年後に泣けるみたいな。さあ、白が統一の中で
ドラが浮いています。さあヤンピンを切って目いっぱいいくか。おお、いきました。はい、目いっぱいに構えました。役配といつの人が2人いるんですが、役配がなかなか出ないですね。そうですね、うん、さあそうこうしてうちに6巡目に突入。あんまり皆さん手が進まないまま、はい、イーシャンテの人もいませんもんね。そうですね、すでに構えました。はい、安全牌候補の難を残しました。うん、ニャンピン引いて一歩前進。軽く上がるならカズマさんが一番早そうですね。おお、運送から。そうですね、単葉 いい形になってますね。いつの間にかこれチーピン切るかな、さっきみたいな。そうっす、あの形、はい、チーピン切りたくなりますよね。うん、そうですね。あ、ハツを自力でアンコにしました。いいシャンテン、これ続々と皆さんの手が進んできた。カズマも両面ができて、おでも一枚アンパイ書いてバランスのいい選択ですね。はい、今カンリャンマンのターツが一応、お、一応リャンカン系。はい、カンリャンマンとカンチーマン。そうですね、このイーシャンテンマンズから埋まってほしいところ。そうですね、マンズはもうこの順目だと仕掛けていきますか。行くんじゃないですかね、うん、ここもリャンカンが欲しい人。ここはリャンシャンテン欲しい人。ドラが、あ、これ目いっぱい受け入れ増やしましたね。はい、お、埋まった。ウルマンから埋まった。タリーチ考えてる。はい、リャンマンを切ってリーチに行きました。オーケスト、バニはゼロなんですごいいい街に見えますが、本当にいい街ですね。見えますが本当にいい街。はい、街は老朽層。6枚いますね。6枚も楽しみですね。あ、ここも一歩前進。積もるかこれは。うん、一発積もはならず。さあ、積もる手に力が入る。カズマさん、数万イーマンリャンマンという切り出しのリーチがかかっています。リャンシャンテンですからね、ちょっと押しづらいですね。イーシャンテンですね、最低でもしたいくなるのは。お、マンズ、マンズだけど入らない。さあ、捨て牌はマンズ全部通ってないですね。357、はい、これでも行きたい。お、行きました、まっすぐ。はい、これドラがパンマンでウーマンで打っても休めっていうのがあったと思います。なるほど。さあ、ドラのパーマンが通って、ここで仕掛けたのはカズマさん。パーマン落ちしてダスーマン一歩前進です。さあ、ここイーシャンテン勝負で、お、パーピン、イーペイ効果完成しました。難しい方が残った。今数万が通ったんですね。そうですね、はい、数万が場に2枚、2枚か、あ、2枚か、あ、うん、枚数で、お、3万を切って官老マンダマテン。難しいですね、枚数か今通った方か、はい、うん、急走がここに来てしまった。リーチ初裏は、あ、裏さん、あ、裏さん、リーチ初裏さん、8000点の上がり、これは痛い。今のは結果的に食い流してしまった形なんですけど。そうですね、羽松も笑ってますね。うん、嬉しそう。上がれたことに嬉しそう。さあ、リーチ初浦さん8000点をヤン代表の加藤さんがホーラしました。さあ、トン3曲親番は積もるんですの秋田さん、ドラはハクです。さあ、どうだ、ピンズがなかなかいい感じ。お、脇田さんは緊張してるって言ってたけど、全然普通に配信。そうですね、あんまり緊張が見えないです、はい、お、官老ピン、これ最後の1枚ですよ、ローピン。早いですね。本当だ、あんこになったね。はい、あ、中出さんもなかなかいいんじゃないですか。早そう。ドラが吐くか。はい、ドラは吐く。人が1枚、カズマのところに1枚。うん、さあ、初あのちょっとね、放獣した後っていう手配ですね。うん、調子悪い的な感じですか。そうです。さあ、中ではもうイーシャンテン。はい、イーシャンテン。なんちゃんなんで、ピンフがつかないんですね。なん泣くかどうか。あ、なんちゃんですか。なんちゃじゃないか。なんちゃじゃないですね。そうか、そうか。はい。ペーチャか、じゃあ、ピンフがつきます。さあ、自敗が多くなってきた。イーソーのといつ落とし。さあ、カンリャンピンと老朽層。これ、老朽層入ったらリーチいきますか。お、リャンマン前順に切っていて、持ってきたリャンマンを残しましたね。ここで3万引いたら強いってことですかね。うん、先にリャンマンを切ってる人はその外側を取りやすい。そうですね、ペン3万間違っても強いみたいな、うん、そこまで考えたら普通馬残しますもんね。そうですね、なんか意図がありそうな選択でした。はい、さあ、ピンズと自敗が多くなってきた加藤さん。ちょっと上がりには遠いけど、育ったら高くなるよって言ってですね、うん、3万を切っていきました。さあ、イーシャンテンが埋まるのか。ドラの吐く、これはどうしますか。紡ぎる、お、紡ぎりました。おお、
強気。はい。一気に注目を浴びましたね。お、ここで動いたのはヤンの加藤さん。カンリャンピンを地位です。2枚目のカンリャンピンですね。うん、これどう映るんですかね、白が切られた後の動き。あんま強くないです。白、うん、暗黒はちょっと気になりますけど。うん。2枚目が出たらもう怖くないかなっていう感じですかね。まあでもカンリャンピン地位だから全く分かんないですね、さばいてるのか。うん、例えばイースーピンの両面地位したらめっちゃ注目集まりますけど、白暗黒なのかみたいな。カンリャンピン何とも言えないですね。うん、1通も3色もあるし。おっと、赤ウーピン。さあ、中でさん、前順。お、白切れた。切れた。でもあんまり打点的には、あの、怖くなさそうですね。鎮圧とかじゃない限り。お、勘違いマンが埋まりました。育ててます。はい、順調に手が進んでいます。中でさん、なかなか展開しないですね。いや、でもなんか、リャンマンずっと意思を持って残してますね。うん。もうここで待つみたいな。3万が2枚場に切れています。それでも残してるんですね。うん。本当だ。さあ、テンパイ入るのか、パーソー。受け入れが増える。あ、ここでさすがにヤンマン切って受け入れ増やしました。はい、3ピンとナンも1打てれば強いマッチ。うんうん、ナンがトレさんのマッチ。4ピン、トーンがションパイなんですね。で、下茶がこうやってピンズの仕掛けしてるんで、ニャンピンも切りづらかったんですね。うん、さあ、走行してる間に発を重ねて、はい、手が進む。ここもあと1手なんですけどね。うん、トーンのションパイ、みんな。ちょっと切りづらいですね。チュンが余ってきてる。本一だとしたら、うん、ささ、報酬したら漫画って言われるかもしれない。そうですね。老朽層が場に4枚切れてるところで、パーソーを統一に固定しました。おお、やっぱそうやってみんなが戸惑ってる間にこうやって重ねていくのが楽しいですよね、マジで。はい、そうですね。これ、脳天で終わっても楽しいですよね。楽しいです。なんかみんなが脳天なんで、ね。そうそうそう。してやったり感があります、ね。してやったり感。さあ、トンが走行してる間に切れていきました。トン押しましたね。はい、切り出したのはカズマさんなんですね。これに合わせた。あ、テンパイ。これは老朽層。ただ老朽層が今4枚見えてます、場に。あ、リーチに行きませんでした。テンパイすら取りませんでした。何、何なんですか？何を切りましたね。安全パイの何。おー。何も2枚切れなのか。まあ、どっちに受けてもって思ったんですかね。なるほど。このテンパイに価値があまりないと。さあ、シャーが出て仕掛けたのは、加藤。素晴らしい。あのバラバラの手が、テンパイ。はい。トンの地獄に受けずに、キューピン短期、場にはションパイのキューピン短期ですね。はい、キューピン短期は山に残り1枚かな、1枚ですね。そうですね。はい、さあ、ここで親の脇田さんも動きます。パンチ装置いいシャンテン、高色とパーピンとか来た時にローキューピンになるから、お、初こかしちゃった。さあ、ペンチピン、まあ、か、パーマン引いたんか。はい。あの、固まってる。さあ、あ、テンパイ。何を切って、パーピン短期。カンパーピンとも言える。はい。あ、ここもテンパイ、カンサンピンです。続々とこの終盤でテンパイ。あ、パーピンを引いた。私が言った変化ですね、これ。はい。さあ、どうする。あ、ウーパーピンに行きました。ウーパーピン、赤があるからですかね。そうですね。うんうん。なるほど。はい、ウーパーピンはここに3枚。さあ、キューピンは今で切られた、はい。ウーパーピン、山には残っていません。でも残ってない。はい、全員に使われています。他の人しかし、このパーピンがどうだ。さあ、でもこの最終盤で、うん、最終手出しキューピンを見て我慢した。よかったよかった。もうまだ分かんないですね、これで。さあ、換算ピン3ピンも山には残っていません。なんか、あ、パーマンが帰ってきた。さあ、全員、山には残っていない町。赤馬、来ました。はい。もっと馬で止まっているカズマ。これ、チーしてもテンパイしないですよね。でも、一人のお店っぽいから、チーして、パーピンクの子、お、誰かに、やっぱ横移動とかつまわれても、自分一人の点よりはマシっていうことで。なるほど。面白い選択だ。まあでもそれが叶わず一人の点。はい、カズマさんの一人の点で流局です。
さ、なかなかアグレッシブな仕掛け出しでしたが、なんとか満貫球5200のテンパイになりましたね。そうですね、なんか周りを対応させてテンパイまでこぎつけたって感じです、うん。さあ脇田さん、見事親番連チャンです。今度3曲1本馬ですね。はい。さあ手配はどうだ。内側に寄っている。なかなか単葉、はい、集まって。お、結構整ってますね。ドラガパーソー。ドラガパーソー。さあ何から切っていく、自配なのか9ピンなのか。初か9ピンか。お、はい、いいですね。これはもうリーチ打つっていう。はい、初から行きました。いい位置だ。シャアがドイツになったのはなんちゃのかと。カズマさんは両面ターツが一つできた。お、なんかドイツ。しかし、お高瀬。これは、なんか親が乗せ、親が少し抜けてますね。まとまれば、また一人旅になりそうな。リャンゾーから。この手配です。親の脇田。ああ、これで難しい。パーピンができた。うんうん、一応残して、ローソーで変化を見てって感じですね。イーペーコーの形ができました。ピンズで両面ターツが2つ。おお。これでも先にローキューソーを引けば、ピンズのカンジャン払ってて全部両面待ちになるので、いい位置はですね、パワーマン。お、ここで本質がくっきりと見える。はい、お、ウーマンから。すごい。ドラがパーソーなんですね。なるほど。一応、ドラ受けも残すという。なるほど。数ピンを引いてローソーから切っていきました。ハックポンシェの1000点はいらないってことですね、うん。お、ドラさんですよ、カズマさん。上がりたい。わー、おー、これも上がりたい。手がぶつかりそうです。シャアがアンコ、このハックが打ち出されるのはいつになるのか。今だ。これは仕掛けるのか。今でしょう。はい、秋田が飛びつく。中出さんですね。中出さんが飛びつくと。はい、いいシャンテンです。インスピン、ナン、キューピン。こちらもインシャンになりました。ただ、ピンズが高いんで、ちょっと、カンパービンでリーチしづらいですけども、親だから行きますかね。どうなんでしょう。シャアが貫通。シャア貫通。1枚切っていきました。貫はせず。おー、ドラさんの数も、嘘から。中でがそのピンズの仕掛けをしてるんで、切りづらいんですね。はい。お、カンパーピンから埋まった。これはリーチ行きやすいですね。ダーマー、リーチせず。リャンソーが4枚見えてるんです。リャンゾーは3枚、ウソは1枚見えてて。役もあるし、単品3色への振り替わりも見てるんですけど、ね。ローピンです、そうですね。はい、3ハーフですね。中出がテンパイ。イースピンで中出がテンパっています。さあ、親の脇田もリャンソーやめて、あ、このリャンソー。はい、これは脇田の上がり牌です。ピンズドラ1すごいな、うん、いや闇点正解ですよね。そうですね、リーチしたら数ピンが現物なんで、もし、はい、なんか結構中での上がりになりそうな。確かに闇点が大成功という形になりました。なんかピンフドラ1あれ黙るのめちゃめちゃ勇気いりますよね。リーチしたくなりますけど、うん、今の素晴らしかったよね、思います。はい、親の脇田が2900は3200を放らして親番続行です。トン3曲2本馬、ドラはスーピンかな。そう、スーピンですね。さて、ハイはどうだ。123のマンズのターツ、ダブトンから来ていきました。はい、場に緊張感が走りますね。ピリッ、そう、またかよみたいな。親が第一だ、ダブトンだと。周りも少し浮き気味になりがちになりますね。ただ思ったより点数は平たいです。そこまで開いていないですね。まだ3万点超えてる人がいない。はい。トップ目は加藤さん、29,800点。平たい。さあ、今また親の脇田が赤嘘を引いてしまった。何ですと？お、中出さん、なかなか手配がいいですね。あ、ヤンペーコーまで見える。はい。これですね。ローマン切るか、オリアンピン切った。もうピンズでも払っていくつもりかな。うんうん。さあ、注目を浴びてるのはここと中出さん。さあ、すまん、両ピンを着て点三ピンを払いに来ました。ドラ表示入ってね。そうですね。しかし9万はつむぎり。
イーローピン行きました。ああ、今なんか、今は、ま、今はお呼びじゃないと。お呼びじゃない。より良いイーシャンテに。まだ、シャボ待ちが残るんで、不満でしたね。想像の部分伸ばしたいですね、脇田さんは。こちら、頭が欲しい中で、プロ。頭のない形。お、ドラのスーピンを引きました。さあ、チュンはションパイ。一枚切れですね。一枚切れ。はい。本当だ。中出が切ってる、ここで。パーマンを引いて、チーソーを切りました。チートイツを見て重なりやすいっていうことですかね。そうですね。さあ、上茶から出たローソーを仕掛けたのは、なんちゃの加藤さん。単葉に向かいます。さあ、ゴロチの3色のイーシャンテン。はい。カズマ。想像がなんかうまいように伸びないですね。難しい。想像、バニーは全然切れてないんですね。チーソーが1枚切れているだけ。なるほど。お、ドラを持ってきた。親から食い取りましたよ。親から食い取った。はい。あ、使えない。使えない、いらない。でもこの時は使いたいですね。9ピン切るかパーソー切るか。パーソー切りました。うん。赤いピン切ったらチーズありますもんね。そうですね。めちゃめちゃ欲しい。赤いピン。さあ、三色のイーシャンテンのカズマ。うん、安めの方のパーソーですがリーチに来ました。リャンゾーナンのシャンポン待ち。はい、リャンゾーナン。ナンが場に1枚切れ。リャンソーはションパイ。ここも追いついた。しかし出ていくのは赤ウーピン。これは綺麗。どうする？やっぱ赤ウーピン来たら、下ちゃんの中でも仕掛けて、全、あ、加藤も仕掛けて全面戦争になりそうです。さあ、どうする？昔か切れる牌2万ぐらいしかないんですね。そう、通ってる牌はまだ9ピンも切りやすいかな。3枚あるから2万切って9ピンで降りていくか、リーチ打つか、数万ローマ切るか、いろんな選択があります。さあ、どうする。ドラの数ピンです。お、9ピンを積も入りました。9ピンまで引いて仕掛けていく選択、結構なかなかできないですね。そうですね、通ってるわけないんで、わけでもないので。さあ、いい牌いっぱいだった中ではなかなか転牌をしません。かともあの赤ウピンさえ切ってくれれば。そうですね。腹をくくって押せる手なんだけど、この手ではちょっと押しづらいですね。おー、そう、しんどい。お、中筋の赤馬切って。こっから降りるの大変ですよ。そうですね。安牌が一枚もない。いいピンは現物です。この手牌、安全牌が一枚もない。頼む、安全牌持ってきて、来ない。こうなるんだったらおっしょけよ、となりましたね。そうですね。全順、ウーマンを切ってしまっています。さあ、何切りますか、マリエさんなら。私もう押してるんで押してる。ローソーノータイムで切ってるんで。さあ、ローマン。数層頑固になった中で、余っているチーマンは通っていません。こんだけ通ってないと、腹くくって押しやすくもありますよね、逆に。うん、そうですね。この中でも、安牌ゼロですもんね、これ、今、現状。はい。お、一応、イーシャンテンキープ。チャンス。やっぱ三蔵自分で開拓することによって次も降りる選択になった時三蔵切れる。そうですね。これこちらもそうですね。ローマン開拓して3万を切りやすく。やっぱ次に切れる牌を切っとくことでこうやって降りやすくなりますね。で、3万取ってる。はい。テンパったらチーマン勝負。次無筋引いたら三蔵切って降りるって思ってるんじゃないですかね。なるほど。お、ウーマンがお帰り。お帰り。3万は取っている。フリテンの観ローマンとリャンウーピンのイーシャンテンになりました。ネパルか。お、うん、ここ取ってのはどうするか難しい。ワンチャンスのリャンゾぐらい行くか、三ゾで降りるか。さあ、残り積もは。嘘の方行きましたね、ワンチャンス。パーソーは取ってる。おっと、残り積もは。復活しそう。シャア。パーソー通ってる。シャアがション。1枚ですね。1枚切れ。お、観音マン。観音マンが泣けた。これなら、マンガンで勝負。はい。テンパイ復帰。ローソーを勝負に行ったのは加藤、リャンウーピン待ち。リャンピンがない。リャンピンがない。ウーピンが1枚か。1枚。なるほど、1枚だけだけど。これは押しますね。さあ、リャンウーピンは、どうだ。ウーピン切るか、最後。ウーマンは通した、はい。このリャンゾナは1枚ずつまだ残ってますか？はい。1の時点では1枚ずつでしたけど。
残っています。じゃあ2対1ですね。多分リャムピンも降りなさそうだから、もうほぼリーチ状態。そうですね、うん、さあ親の巻きといいシャンテンではありますが、チーピン、チーピンズはパーピン以外通っていない。これもなんかチーピン休めてて、チーピン切りやすいですけどね。うん、ドラがスーピンなので、スーピンじゃない方そうそうそう、3ピンも通ってないですもんねそうですね、ピンズはパーピンしか通っていません、はい、あと9ピンですね。まあ、受けを広げてスーピンいくか、ドラですよいや、わかんないです、ドラです。どうしますか。僕はチーピン切りそうですけど。チーピン切りますね。加藤の選択はどうなる。チーピン休め、はい、チーピンをつもぎり、さりゃん、おお、テンパイ、こっそりテンパイ、こっそりじゃあもう結構チーマン目立ってますけどあ、ここもテンパイ、すごい。フリテン、フリテンでもないですね。サブロ9層、はい、サブロ9層対リャングーピン対、これ全員テンパイだ、素晴らしい。ウーパーピン対チーマン取ったばっか、リャンソーナン、リャンソーナン、これ上がれるぞ。これ、これ次入ってですか。次が入って、ちょっと、ぽい、あ、そうですね、次入ってです、ね、はい、中でイーソーをチーしようと思ってますね。チーして安全にテンパイが取れる、安全にテンパイ取れないぞ。あ、チーピンが通ってます、ね、あ、そうかそうか、はい。でもなんかウーパーピン積もりに行きたいですよね、これ入って。そうですね、あ、何事もなく、はい、お、これ素晴らしい曲でしたね。なんと終盤に一気に進んで全員テンパイで流局です。なかなか終わらないトンバ。はい、脇田が意地の親連ちゃん、トン3曲3本場、京卓が1本です。カズマめっちゃ前山前出すね本当だ、めっちゃ食い込んでる。下ちゃん攻めてるって感じ、下ちゃん圧迫感感じる。でもこれ自分が困るだけですよね切りづらくなってる。そうそうそう、いるいる、フリーにこういうおじさんいるいるやめて下げてもらって大丈夫ですよっていうやつ優しく迷って言われたらその下がでもおっさんに言われたらムッとするんだ、うるせえ、これが俺の打ち方ださあトン3曲3本場、脇田の親番、なんと残り時間10分を切りました。これだけ連チャンしてるのにあれですね、ま、やっぱり点数開いてない。そうですね、上がりが出てないんですね。そうですね、全然なんか流局流局で上がったのはチュンバックの2000は2600、脇田が8000上がってます。あと 中出がそう、そうですね、裏さんがありましたね。それだけですね、はい、大きい漫画以上の上がりは。さあ残り時間10分を切って現在トン3曲です。お、発願起こりのと親の脇田、ここで教託もあるし上がりは大きいですね、うん、ドラはローソーです。さあ加藤はなんちゃなんで、これファンパイも重ねたいかな、チーテもあるでちょっとリアンスを切るも迷ってましたね。さあカズマ整っている、中でもチュンポンしたら早い、うん、チュンポンしたいですね。チーピン、ピンズの木が広くなった。あ、そう、おおお。チーマン、カンパーマンを固定しました。お、待望の格好さん、これでここで一つ重なったらもう、うん、他は用心ですよ。ドラドラ、ドラさんになりましたね、赤を入れて。他の手が重いからカズマも苦しいですね。うん、チーピンが重なってここでチーソー、本一に向かうの、お、チューン、ますます上がりやすくなった。ペイからでもポンしやすい。痛いなってなりませんなりません、ね、トンから切りゃよかったと思ってるかもしれない、うん、三元役あった、用済みといてもね、前の準備そう。しかしチューンはここでもちもちになっている。いいシャンテン、お、いいピンをポン。そうか、もう全部切っていくつもりだったんですね、カンパーマン切られた時も。うん、なるほど、シーソー、ドラはローソーです。ここで8000は結構、1万2000か、親だから。はい。決定打になりますね。そうですね。あと残り8分切ってる。切りそうなところ。ここでサブローピンを両面チーした中で、チューンを切っていく。チューンを仕掛けのかと。こちらもいいシャンテン。目まぐるしく仕掛けが入り乱れてます。はい、数も手高くて、こうなると苦しいですね。打点はあるんですが、スピードが追いつかない。さあ、加藤、いいシャンテン、吐くと、おトン、これで自然に本一本一になってますね。はい、仕掛けているのはチュンです。お、数万を引いてパーソー、これを仕掛けるのは中でリャンウソーテンパイです。お、ローピン、うん、広くなりました。はい、さあトンとペイとハクが欲しい加藤、仕掛けているのはチュン。
そうなんで、少し止まったが2万。さあ何を切る。3万。一血眼を見ていますね。一応仕掛けて満眼の、はい、イーシャンテン。リャンソー強いのかな。リャンソーいいっすね。さあローピンを引いてウーパーピンのテンパイは来た。決めて。リャンソーとウーパーピンのテンパイがいる。ウーパーピンもいいな。山に、でもバニ2枚、5枚いきですね。5枚残っている。なんとリャンソーもいっぱいいますよ。どっちかもうすぐ上がりが出そうな状況。リャンソー対ウーパーピン。おっと積もりました。親のは来た。初本一ドライチ4000は4300オールの上がりです。これは大きい、大きすぎる。そうですね。そう今考えると、あのリャンソー玉点がこの上がりを生んだと。そうですね、素晴らしいです。あのリーチいっちゃいますもんね。リーチにいってたらね、上がれてたかわからないですし、うん、かなり怪しいところでしたね、はい、ターチャーに上がれてたかもしれなかったところ。さあ脇田がここで一歩抜けた状態となりました。これ時間的にあと2曲ぐらいですかね、できて。そうですね、5分、1曲か2曲ですね。はい、さあ大きく抜けたのは親の脇田、4万点を超えていきました。さあこうなると周りは2着か3着のワイルドカード狙いになりますね、はい、2着になれればワイルドカード敗者復活戦の対局を行います。3着になっても3回戦までの3着の人の中で一番展望を持っていた人がワイルドカードに進出できるので。進出できると。進出できるので、はい、2着は無条件でそのワイルドカード争いに出れるので、はい、こう加藤対中での2200点差です争いも大変ですね。5分あるんで2着できそうですね。はい、残り時間5分です。なんちゃの加藤が何が統一、カズマさんが白が統一ですが展望が欲しいところ。さあ今回みんな重そうな手合いです。統一なんか皆さん統一がここないけど3つ以上ある。うん、ここもないか。適当なこと言いました、ね、適当なこと言ってほんとだ2人見て2人あったらもうその勝手に統一ばっていっちゃうタイプ勝負で適当すぎるそうですね、残り時間的に降りるだけ。脇田さんはそうですね、うん、無理をしなければ逆転はなかなかされなさそう。素点とか稼ぐ意味がないので、うん、まあ、トップを固めたいところですね、はい、脇を固めて。さあカズマに軽い手が入ってて、カズマは展望しいんですよね。ハネマンツモで2着なれる。そうですね、マンガンツモでは足りません。ただ今回の手厳しいので、まあ、自局行くために軽く上がるっていう手はありますね。カズマのこの手配、はい、なかなかハネマン難しい。軽く上がっといて時間があるうちにみたいな。そうですね、もう1局チャンス、うん、マンツモかハネツモ目指す。さあここイーシャンテン、おイーシャンテンになりました。イーシャンテン、さあハック仕掛けるかどうか。1枚目はスルーしたいですね。一応スルーしてリーチして裏ドラで、うん、お、さあ中出がここでリーチ。サブローマン待ち。サブローマン場には1枚。カズマここ勝負局ですね。はい、加藤さん見えないな三蔵本にしました。はい、お取ってるのにカズマいいですね、勝負にいってますね。分かってますね、ここ降りたらもう未来はない。うん、さあ残り時間は3分。印象は現物です。天順切った難を統一落としました。さあ どっちからですか。9ピンから場に1枚切れてる、はい、2枚2枚切れてる。9ピンからいきましたね、うん、何でもいいからテンパってくれって感じですね。そうですね、お、ここで仕掛けを入れました。加藤感知装置シャンテンです。はい、加藤も中でと2着を争うライバルなんで、はい、あ、白がここに流れた。あ、白はションパイなので降りてる人からはなかなか出ないか。そうですね、カズマは欲しい。カズマもできれば面前テンパってほしいんで出た。お、
面前でテンパった箱をアップにしてリーチウーパーマン待ち、怒りのウーパーマン、はい、ウーパーマンどうですか、サブローマン対ウーパーマン、ウーパーマン手牌に3枚使われていて場には1枚4枚いるじゃん、はい、残り山に4枚、お肩を盛り上げ入れた数値マン、サブローマン対数値マン対ウーパーマン、そうですね、決着つきそうですね、大体そう数値マンが一番苦しそうだな、でも肩はでも檻の選択も残されてるんで、はい、リーチ打ってない、3ピンかな、これはピンだな、ピンが見える、3ピンがあんこになったのか、あそこに回るの3ピンだけか止まるのは3ピンぐらい、捨て牌ピンズを3ピン通ってないもんな、うん、厳しいな、三蔵は一応ローソーが筋か、あの片方のリーチ、はい、しかしカズマさんのリーチにもサブローソーは切りづらい、通ってない、すごい、3ピンを勝負した、まあ、全員勝負局って思ってるんですね、そうですね、時間も込みで激しいぶつかり合い、時間あと残り1分切りそうなとこです、はい、さあどちらこのローソーは切れんな、カズマさんに切りづらい、先制リーチの現物ですもんね、そうですね、リーチしないでしょっていうのもあるんですかね、3ピン通しただけに3ピン3ピンっていくか考えてますね、うん、いきました、いいですね、はい、引き弱いカズマチーマは加藤の上がりがい、まあでもこれはしゃあないですね、カズマも気持ちよく払うでしょ、それ払わないといけないけど、ダイヤオドライチ2000は3200の上がりです、これは後悔なしと言うけど、うん、後悔ないと思いますけどね、悲しいですね、悲しいですね、さあ残り時間は1分を切ったところでしょうか、こちらが最終局になりそうです、加藤の親番トン4局、ドラはまだ出てない、うん、ドラはウーピンです、ドラはウーピン、はい、さあカズマの条件は、まあ、ワイルドカードの争いに一応3着、ハネマンツモですか、ハネマンツモ残ってますか、加藤が3万点ハネマン足りない、足りないですね、中でまで倍マンツモですね、そうですね、ハネマンリーチ棒が1本出たらハネマンツモで3着、そうですね、1583なんで、うん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 、さあ2人は中手がマンガンツモで2着、マンガンツモで2着、出上がりだと足りない、加藤もトップ見えるようになりましたね、一応1万点圏内にいるので26オールとかで、そうですね、2600オールはまくり、やっぱワイルドカードよりも1着の方が優勝確率全然違いますからね、そうですね、もう一回トップ取りをやらないといけないんで、さあ本一が見える手配でしたが、ドラ受けの両面ターツができました、なんか26オールって書いてある手配じゃないですか、そうですね、中暗号で自配があって、さあ中では 3着目ですが2着にはなりたい、加藤さんナイスプッシュってコメントあります、そうですね、あのすね、ローソーと3ピン押しましたもんね、あトンがドイツ、おこれ泣いても26ロって書いてありますよ、すダブトンですよね、ダブトンです、もうダブトンチューンで十分なんで、はい、ダブトンチューンで積もったら2600、そう2600ロ、2600ロの注文したらそのまま手配が来たって、アマゾンから届いたって感じアマゾン有能すぎませんか有能すぎる、もう何でもボタンで届きますからね、さあこれ本日に染める必要ないんですよ、ドラはウーピンだから、そうですね、さらに、はい、両マンチーマンと払っていく、そんな構想が見えます、そうですね、3万ローマン入ってもそうするんじゃないかな、うん、さあ脇田も手が進んでいる、さあこれタイムアップって書いてあるんで、これは最終局確定ですね、はい、もう選手たちには届いてると思います、さあカズマなんとか最低でもハネマンを作って、チートイツ狙いですか、イーソーがトイツになっていいシャンテン、そうですね、いい実もチートイツドラドラ、そうか、角上がりだけじゃなくてマンガン直撃だったらいいんですね、中でとも3着になる、一応そうですね、足りますね点数は、誰一応なんか手進めといて誰かがリーチ入るのを待つみたいな、うん、中でからリーチ入ったら直撃狙いできるし、他の人からリーチ入っても破熱の狙いができる、うんうん、ドラドラの中で形はイーシャンテンです、そうですね、ドラウーピンだから一応マンガンのイーシャンテンですね、換算、はい、ピン換パーソー、678が見える手配、初を切って目いっぱいに構えます、はい、9万切っててもいいところ、一応上がりを見て、テンパるか、パーマン、
パーマンバニー2枚切れている。リーズのチーテはカワカウラウラみたいなのも狙ってますね。おお、気持ちいいやつですね。お、テンパイ取らず、そのマンガンツモ。はい、カンパーその雑を払っていきました。あ、これ9万かな単用。うん、ウーマンを引いて。上がればトップの湧きた。お、リアンザの湧きてきました。なんか。安全層とかそういう話ですかね。そうですね。うんうん、今ひょっこり9万でロンって言われるよりも連想の方が言われにくいみたいな。そうですね。カズマが なんとなくなんかカズマのやけくそ国心刺さるのが面白い。国心に見えるんですよね、やっぱり。言い方。さあ、ローピンが統一になって何を切るか。ヤマンチームを払っていくのか。やっぱでもカズマの試合が気持ち悪いんですよね。万が一って思っちゃうんですよね。大体こういうこうなってるんですけどね。そうですね。やけくその人は条件突きつけられた人は。結構厳しいことがあるんです。手出しでいいピン吐くって出てきてますからね。そう。実際ありますからね、こうやって国士上がってる場面が競技マージャンで。さあ、お、うそ。多分カズマが鼻息荒いんだよ、今。鼻息が卓上に、ふんって、ふんってなってるもんね。リーチ、倍増しました。しました、はい。シャーターン機、バニは1枚切れ。これ多分中で直撃は上がるけど、うんうん、他からは見逃すって感じですね。さあ、シャーがここに2枚見えています。見えてる。うわ、これ誰？これ誰？これは加藤さんです。親の加藤さん。上がらないと思うけどな。トンをポンしたんじゃないですか？これ上がらない。どう？上がらない。シャーが出たけど、ね、上がらない。さすが。はい。最後に国旗を見せました、うん、はい、リーチしているのはラスメのカズマさん、シャー短期でリーチです。シャーはバニ1枚見てるのもカズマの割りなくなりましたね、物理的に。はい、上がり牌が出ていますが、カズマさんは見逃しをかけています。これで絶望、絶望と最後のシャーが見えてしまった。何が起きても、え、なんとないかな、中でが3倍万以上報酬したら6500点の3着になる。絶望の仮面は顔抜かれてる。絶望の顔が抜かれてる。さあ落ちた、中でが落ちた、数値ピン、はい、数値ピン。中での条件はマンガンツモで2着になります。はい、2着になると、ドラドラ積もったら無条件で2着です。数値ピンどうですか。数値ピン表示牌に1枚、バニ、はい、バニ1枚、バニ1枚、手牌に3枚、3枚おるっていうことか。はい、残り山に3枚です。これはカズマから出ても上がりますね、裏1条件で、漫画になるんで、漫画になれば漫画出上がりで、そうですね、2着になります。リチボンのおかげで。さあ、親の加藤2600オールをしたいところ。2000オールでも足りるんですか。2000オールはあれか、リチボンが2本出てるんで、そうですね、変わります、はい、あ、変わるか、加藤さんですよね。加藤さんです。沖田さんと9800点差。変わらないんじゃないですかね。8000点しか入らないんで。あ、2000は変わるな。変わる変わる変わる。うんうん、変わります。さあ、チューンを1枚離して。ちょっと諦めましたね。2着。うん、2着でいいや。カズマの鼻息が多分荒いんですよ。あー、積もった、積もった、リーチ積もドラドラ。うらうら3600の上がりです。無駄にうらうら言った、無駄にうらうら言った。じゃあ、この卓のトップ通過はどうなりましたか。はい、脇田さんがトップで通過です。はい、1回戦が終了いたしました。トップ通過は積もるんです、代表脇田さん。2位ワイルドカード進出決定がジャンサクチーム中出さんで、とワイルドカード3着の人のただいまのボーダーが加藤さんの展望ですね。加藤さんの展望が何点だったのか、24000、最後まくられちゃったんですね。そうですね、24700点。はい、加藤さんのボーダーが24700点なので、3万点ちょっとから6500株しちゃったんかな。はい、次の2回戦からの3着のワイルドカードのボーダーが今の加藤さんの24700点、24800点以上ですか、ね、そうですね、はい、はい、となります。はい、それでは2回戦の対局準備を行いますので、こちらをご覧になってお待ちください。